こんにちは。歴ショックです。今回は、豊臣政権で御大老を務め、関ヶ原の戦いでは、西軍の主力として戦い敗れた、宇喜多秀家の子孫のその後について紹介します。若い頃から、豊臣秀吉の勇士となり、一門衆として扱われ、前田利家の娘、郷姫を妻に迎えるなど、中国地方を代表する大大名となっていた秀家でしたが、秀吉死後に徳川家康や石田三成らの争いに巻き込まれてしまいます。関ヶ原の戦いでは西軍の主力として奮戦するも、西軍は壊滅し、宇喜多家も取り潰しとなってしまい、秀家も逃亡の身となってしまいます。今回は関ヶ原の戦い後の宇喜多秀家の後半生、加賀前田家の支援を受けながら八丈島で生き延び、明治時代以降は東京に戻った子孫のその後について紹介します。大名復帰を目指しながら、四代将軍の時代まで生き延びる。関ヶ原の戦い後の秀家。関ヶ原の戦いで敗れた後、宇喜多秀家は、美濃の国で40日以上にもわたって、地元の豪族、矢野五右衛門にかくまわれた後に、五右衛門の協力を得て上洛。大阪の前田屋敷で、妻の郷姫に再会することに成功します。その後は、徳川方の京都諸士大である奥平信政に見つかりながらも、その追跡を振り切り、船で薩摩の国まで行き、当時はまだ徳川家に帰順していなかった島津氏を頼ります。島津氏のもと、3年にもわたって秀家はかくまわれ続けたものの、島津氏は徳川家康との交渉の末、ついに本領安堵を勝ち取り、それに伴い秀家の身柄も家康に引き渡されることになります。家康に引き渡された秀家は、島津氏や妻の郷姫の兄にあたる前田利長らの除名懇願により、死罪は免れ、久能山に幽閉となり、それから3年後、関ヶ原の戦いから6年が経過した後に、八丈島流罪とされました。関ヶ原の戦い後は、石田三成や小西行長ら、西軍の主力と並んで、秀家も罪人として懸賞金がかけられていたほどで、順当な処分が行われたなら、秀家は死罪が妥当でした。しかし、家康にとっては、秀家と同じタイミングで、島津氏に対して何の処分も行わなかったのに、秀家には極刑を科すというのはバランスが悪く、世間体もはばかって流罪処分とされたと考えられます。こうして秀家は、息子の秀高、秀次と共に八丈島へ渡り、以降、50年近くにわたって、流人生活を続けることになります。この頃から、秀家の妻、郷姫の実の母で、当時は江戸にいた、前田利家の妻、松子と、報酬院が、秀家に対し、支援物資を定期的に送っています。また、前田家からは、村田助六という武士が秀家に付き従い、医師としての経験もあった助六は、その子孫に至るまで、宇喜多家と行動を共にするなど、前田家からの支援は手厚いものがありました。秀家の八丈島での暮らしは、大名時代と比べれば格段に落ちたものの、島民の中では優遇されており、前田家からの支援物資もあったことから、それなりの生活は遅れていたと言われています。ただし、まだ若かった息子たちにとっては耐え難い生活だったようで、秀家の子、宇喜多秀高などは一説には精神を病んでいたとも言われています。秀高は、わずか6歳で侍従に叙任され、豊臣姓も賜るなど、五大老の一人である秀家の嫡子として、将来が約束されており、妹たちも、伊達氏、毛利氏との婚姻が予定されていたことから、関ヶ原の戦いがなければという思いが、人一倍強かったのでしょう。秀高は、豊臣氏と徳川氏の最後の戦いである、大阪の陣に乗じて、伊豆の国へ渡海し、反徳川の兵を挙げることを計画し、秀家に止められたという話も残っており、最終的には、秀家に先立って、1648年に56歳で亡くなっています。一方の秀家も、大名復帰の道は諦めておらず、流罪当初の書状には、大名復帰を懇願したものも残っており、宇喜多氏復興の思いを胸に抱きながら、八丈島での暮らしを送ることになります。一説には、大阪夏の陣が終わった1616年に秀家の罪が許され、前田氏の下で10万石の領地が与えられる予定であったという話もありますが、最終的には、
生涯にわたって八丈島を出ることはなく、秀家は1655年に84歳で生涯を閉じました。秀家が死んだ時には正室の郷姫も亡くなっており、徳川将軍家も四代将軍の徳川家綱の時代となるなど時代は大きく変わっており、秀家は関ヶ原の戦いに参陣した大名として最も長生きした人物となりました。秀家の死後は嫡男の秀隆の子宇喜多秀政が後を継ぎ、秀家の次男で宇喜多の姓を名乗った宇喜多秀次の家系とともに、宇喜多一族は八丈島で江戸時代を生き抜いていくことになります。江戸時代の宇喜多氏、前田家の支援のもと流人生活を生き延びる。宇喜多秀家の子の宇喜多秀隆は八丈島の代官であった奥山忠久の娘と結婚し、嫡男の秀政を設け、以降宇喜多氏は流人の身分でありながら一般の島民とは差のある高貴な家柄として続きます。郷姫の母宝秀院の時代から始まった前田家の支援は宝秀院の死後も続き、やがて2年に1回米や金子、衣類や医薬品が加賀藩から送られるのが慣例となります。この支援はあくまでも宇喜多家から加賀藩にお願いする形が取られ、加賀藩も罪人の身分の者たちに物資を送る手前、幕府の許可を得て送付していましたが、江戸時代も中頃になるとこの手続きも事務的になり、許可についても形式的なものになります。関ヶ原の戦いからかなりの年月が経ち、加賀藩にとっても宇喜多家との縁はすでに遠い過去となってはいましたが、宇喜多家はあくまでも藩祖の前田利家の娘郷姫の嫁ぎ先で郷姫の子孫の家にあたることから、誰も異議を唱えられず支援を続けます。加賀藩は藩主の娘が公家などに嫁ぐとその公家の家にも財政支援をしていたことがあり、宇喜多家も藩主前田家の縁戚として加賀藩では相当な扱いを受けていたと考えられます。ただし、いくら宇喜多秀家の子孫といっても所詮は八丈島の罪人の家で、加賀藩内部でも宇喜多家を敬う気持ちはなく、昔からの伝統で藩主の親類だから今更やめられない、いわばお役所仕事として事務的に処理していたのでしょう。加賀藩でも物資送付の対象となる宇喜多一族の増減を定期的に管理していたことが記録に残っており、江戸時代を通して宇喜多家から加賀藩に申請を出し、申請に基づいて物資送付が行われるといったことが常態化しました。宇喜多家としても耕作地に恵まれない八丈島では死にはしないものの満足な暮らしを送ることは難しく、宇喜多宗家の当主が一族のために代表して加賀藩に支援物資を依頼するというのが大きな仕事となりました。宇喜多家からの依頼文にはまたのお願いとなりますがといったような文言が見受けられるようになり、加賀藩の文書からもまた宇喜多からの依頼が来たといったような半ば呆れたような反応が見て取れるなど、前田家の支援なしには成り立たない八丈島の宇喜多家という奇妙な関係が江戸時代を通じて続きます。しかし宇喜多秀家のひ孫にあたる宇喜多秀親の代に島内で天然痘が大流行し、当主の秀親をはじめ分家の当主も次々と病死するという非常事態に見舞われます。こうした非常事態に際しては宇喜多家では前田家に緊急支援を要請し、前田家でも要請に応じて2年に1回の定期便以外にも支援物資を送るといった対応を取ることもありました。宇喜多家はその後嫡流の宇喜多秀隆の家系が途絶え、秀家の次男の秀次の家系から養子を迎えるといった対応を取りながらも幕末まで続いていきます。そして幕末の当主の宇喜多秀方秀宗の代に宇喜多家は転機を迎えることとなります。まさかの赦免、東京移住、明治時代以降の宇喜多家。八丈島では変わらない日々が続いていた一方、加賀藩の前田家は尊王攘夷の嵐が吹き荒れる幕末政局に巻き込まれ翻弄されていました。そんな中でも宇喜多家への2年に1回の支援は続き、大政奉還によって江戸幕府がなくなると今まで使っていた幕府の定期便が使えなくなるということで、新政府に掛け合って自前の軍艦で八丈島まで支援物資を届けるほどでした。これはもはや
反祖以来の洗礼を守ることに固執していたからこそできた行いであるといえ、こうした加賀藩の保守的な側面こそが宇喜武を明治時代まで生き延びさせたとも言えます。こうした中、明治新政府は突如として宇喜武の赦免を決定し、前田家に宇喜武を引き取るように命じます。この赦免は、明治新政府が宇喜武の力を必要としたというわけではなく、あくまでも江戸幕府から政権が移ったことを江戸幕府によって課せられた罪を許すことでアピールしたもので、前田家に対して通知を行ったのも宇喜武の面倒を政府で見ることはせず前田家で処理するように命じたものでした。前田家でも藩祖前田利家以来の縁戚の宇喜武を粗略に扱うわけにはいかず、1年以上をかけて宇喜武の東京移住を手配し、宇喜武は260年ぶりに八丈島を離れることになりました。しかし、関ヶ原の戦いからかなりの年月が経ち、もはや復帰など望んでいないものがほとんどで、宇喜多一族内では離島をめぐり大いに揉めたと言われていますが、最終的には支援者である前田家の意向ということもあり、一族揃っての離島が決定します。宇喜武は、かつて加賀藩から派遣された村田家を含む一族計75名で八丈島を出て、現在の東京都板橋区にあった加賀藩屋敷に収容されます。この時に宇喜多一族は宇喜多秀家の遺骨を八丈島から持ってきており、板橋区の東光寺にはこの縁から宇喜多秀家の供養塔が建造されました。当初前田家は金沢へ彼らを移送しようとしましたが、南国育ちの宇喜武一行は寒さの厳しい北陸の地への移動を拒み、最終的には加賀藩下屋敷の敷地の一部を払い下げられ、この地を開拓することで自立することが求められました。当時はすでに廃藩置県が行われていながらも、前田家当主の前田義康の意向を受けて、石川県が宇喜多一族に給付金を出し、前田義康自身も東京府を通じて多額の支援金を出しましたが、開拓は困難を極め、一族からは次々と八丈島への祈祷願いが出され、その数は全75名中の半分近くにまで上ったといいます。最終的には、分家の当主たちが連名で祈祷願いを出し、時代が進み、庇護者であった加賀藩という枠組みもほとんどなくなっていたことから、宇喜多一族は八丈島に戻る者、東京に残る者などに分かれ、ここに江戸時代を通じて続いた前田家と宇喜多家の関係は終わりを迎えます。幕末明治の当主である宇喜多秀宗は娘の春に一族の宇喜多次郎をめとらせて宇喜多宗家を継がせ、その子の宇喜多秀臣が後を継ぎ、明治以降も続くことになりました。春と結婚した宇喜多次郎の弟には俳優作家として活躍した宇喜多三郎がいます。三郎は立教大学卒業後、戦前を代表する劇団、新築地劇団に入団し、後に、江ノ剣の愛称で知られる榎本健一の一座にも入団するなど、戦前から俳優として活躍しました。江ノ剣一座では映画などにも出演し、戦後はテレビドラマにも出演、鬼平犯科帳や水戸黄門など多数の有名作品に出演し、1987年に亡くなりました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。